はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。今回お話ししようと思っていることは、まあ、ちょっとメモしてきただけど忘れちゃって思い出しながら、いや見てないだけなんですけど、話そうかなと思ってる。ちなみに今日も舞浜ビーチに来てます。午後からやっぱり天気良くなって良かったですね。午前中ちょっとくすぶってたんですけど、天気として、まあ、まだ向こうの方その雨雲がちょっと厚いですけど、まあ、でも明らかにその雨雲がかかっているエリアっていうのも激減しましたし、2日前とか昨日と比べても、今週というか来週は明日から1週間晴れるといいなって感じです。で、後ろですね、おそらく結婚式を挙げた方、カップルの記念撮影ですね。おめでとうございますってやってらっしゃいますけど、まあ、そのぐらい絵になる場所ってことですよね。まあ、僕は単純に穏やかな気持ちになれるし、リラックスできるのでここ好きなんですけど、で今日お話ししようと思っていること、ちょっと思い出しながらなんですけど、まあ、データサイエンスの話一つ、それは覚えてるのでしようかなと思います。まあ、今僕が学んでることでもあれば、あの Vlog のところにはちょっとお伝えしたんですけど、MLOps っていう話で、それ何って話なんですけど、まあ、学生の皆さんにとっても大事かなって思います。っていうのも、まあ、もちろんその基礎訓練としていろんな言語を覚えたりとか、アルゴリズム勉強したりとかももちろん僕もしますし、そこにね、特にアルゴリズムなんか才能が宿りやすいですから大事だっていうのは僕もよくわかるんですけど、そのありがちなのがですよ、ありがちなのが若い頃って特に俺が考えるアルゴリズム最強のもので、仕事したいとか勝負したいとか、いやまあありなんですけど、もうすでにですね、そんなナイーブな世界観じゃなくなってきていて、機械学習もそもそもその設備とかインフラがもう巨大で潤沢にあるっていうところに、まあ、どんなにアルゴリズムが優れていてもやっぱ勝てないんですよ。多勢に無勢で物量を持ってるところが強いと。でしかもそのもちろんですね、物量を持ってれば勝てるかっていうと、そんな単純な話ではなくて、それをうまく使いこなせるなり、それを運用するためのツールとか、ライブラリっていうのはもうどこのうちに出てきてるんですね。それがあの MLOps って呼ばれる領域の、まあ、技術で、まあ、具体的にはデータブリックスとかデータロボットとか、最近だとあの GCP の Google の Vertex AI とか、まあ、あるんですけど、そういうものをですね、いかに丁寧に使っていくかっていうところが、特にそのちゃんとオペレーション乗ってきた企業であればと、その ML のものですね、大事になってきてるんですよね。でまあ僕もこんなこと喋ってて、じゃあお前できるかって言われると、そもそも勉強始めたばかりなので偉そうなこと言えないんですけど、でもそれってそのまあ学生向けは悪いわけですよ。まあ純然たる数学とか論理の世界じゃないですし、ビジネスのことが分かってないとなかなかね、いいものを維持だとか作ったりできない。でもよく言われる話の一つが、そのモデルの精度が高いから、じゃあそのビジネスの現場で社会実装した時に役に立つかって全く別の話なんですよ。でも実際のところは社会実装のところは大事だったりするわけですよ。だからアルゴリズムは万能ではないって、そういうことの一つでもあります。あるいは状況が変わったら、前提が変わったら違うモデルとかアルゴリズムの方が全然精度出るよねみたいな話はよくある話で、で、まあ、常に状況判断が求められるって、そういうことです。でその状況判断をもうなるべくその円滑に、かつそのなんかわけわかんない状況にしないようにしてくれるのが今言ったような MLOps のためのツールであって、まあ、当然大事ってことになりますよねっていう話があったりするんですよ。でこれデータブリックスのセミナーなんかにも
まあ、聞こうと思えば皆さんも、あ、無理か。それは法人で働いてる人向けのセミナーだから、まあ、厳しいかな。まあ、わかんないですけど。結局、機械学習で生成したモデルとかアルゴリズムって、どういう、ビジネスにおける位置づけってどういうものか。その実益をもたらすものとして。それって、やっぱりその、ただのシステムではなくて、技術屋が作ったガジェットとかそういうことではなくてビジネスリソースなんですよ。ビジネスリソースってどういうことかっていうと、まあこれはその昔から言われている、まあ人が今までやってきたこと、手作業的なことを自動化して置き換えて、その致命的なヒューマンエラーが起きないようにするとか、あるいは生産1人当たりの生産効率を上げるとか、もっとクリエイティブな仕事にその従業員の話はあるんですけど、そもそもそれ自体が、まあ、例えば投資意思決定、設備投資とか、そのいろんな仕事をビジネスサイトの仕事をする上での質を上げるためのリソースとして使われるものなんですよ。でそのために使われなくてはいけないものなので、当然そのロジックが優れてますから、人たちの能力の高さとしては、まあ 大事は大事なんですけど、今言ったようにビジネスリソースとして使えるなり、じゃあ同じ使うにも大きな可能性につながるようなビジネスリソースとして機能するのか、それともまあ技術的には優れてるけど、まあ、大したお金にならんよねっていう、そういうものを予算しちゃうのかっていうのはやっぱり大事なところで、そういうところから考えてもやっぱり今言った MA ラップスの視点、それが適切に運用できるっていうことが大事だったりするんですよね。で特にここ 1,2 年ぐらいは MA ラップスの重要性ってよく言われるようになったと思います。なのでその学生の皆さんの立場からすると、まあインターンとかねやってる子だったら、情報系の企業でゴリゴリのインターンやってる子だったら別かもしれないですけど、多分ですね、話として降りてきてないと思います。まあ、まずは Python はねとかね、あるいはそのアルゴリズムはねとか、そういう話で終わってることが多いと思います。まあ、最悪あの前処理とか、そのデータの 手打ちの入力とかね、もはやそれデータサイエンスじゃないんだけどみたいなものもやらされてる子もいるかもしれないですけど、まあそういうところが今大事かなというふうには僕は。なので僕自身はその辺のドキュメントを読んだりとか、そこに使われる、まあ、スパーク、カフカもそうですけど、分散処理ですけど、ね、あるいはそれを統合するのがプラットフォームであるデータブリックスとかのデータロボットなので、メールオプション、考え方自体を学ぶようにしてますね。まあ、当然ながら ML のアーキテクチャっていうそういう話になってくるんでしょうけど、まあ、できる範囲で少しずつ勉強したいと思います。勉強って言ってもね、その数学物理全然たるところもあるんですけど、どこで成功するかっていうのはその人の方向性にもいうところでもあれば、ただ、まあ、僕は前から強調しているのは、まあ、インテグリティですよね。ただ数学だけすごいできますから、ただいわゆるコミュニケーション、口はすごい上手いですみたいな人は、まあ、基本的に、まあ、あんまり活躍できないのかなと思います。文脈があって、コンテクストがあり、状況変化があり、状況判断ですから、その能力ってすごい大事ですから、まあ、そういう意味でもちょっとこういう話をしてみたいかなというふうに思いました。もう水上ジェットスキーというのが5倍に一定します。まあ、やったらやって気持ちいいんでしょうけどね。現状いいかなと思って流れています。では最後になりますが、よろしければチャンネル登録、高評価の方お願いできれば幸いです。では今回この辺で、バイバイ。